はい、どうも松です。どうもどうも。前回がですね、ラスボスを倒したんですけれども、どうやらエンディングが2つあるということだったので、今回はもう1つの方のね、エンディングを見ていきたいと思います。はい、やっていきまーす。これでなんかチャプター選べるんで、多分21でいいと思うんだよな。OK、ここからね。で、まあいいや、ちょっとやっていこう。で、これ多分クリアするまではね、前回と同じ感じだから、まあそこまでね、適当に見ていってくれやって感じだわ。前回ボス倒した時はさ、普通にこっちから行ったんだよね、確かね。こっちからの方が確か簡単だったんだよ。やばいやばい、近づけない近づけない近づけない、やばい、無理すぎ。はい、じゃあ今回も右側からね、行きたいと思いますよ。 OK、 ここまで来たら大丈夫。 OK、 でここに仲間が捕らえられてたから仲間を助けたんだよね、前ね。危ない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 、オッケーオッケーオッケー、おばばばば、やばいやばい、詰まった詰まった。わしゃエンディングが見たいだけやね、早くもう超えさせてくれ、早く。オッケー来た、はい、オッケーオッケーオッケー、落ち着いていこう。じゃあシラーの塔を1個壊すと。これ上にさ3人いるんだよな、あれ助けらんないのかな。ここから降りると近道ができると。 OK、 左側もノーミスで行っちゃおう、このまま。でこれは飛び越えるのが正規ルートですね。でここのやつの爆弾の挙動がやばい、引っかかるとね危ない。爆弾の挙動がかなり危険で、しかもね爆発するまでがめっちゃ早いのよ。 OK、 うまくいった、危ない危ない。これガチャってやると真ん中の塔が崩れる。 OK、 完璧ですね。でこれでもう一個のエンディングが見れるようになると。さてで前回のおさらいなんだけど、前回はこれでこっち側の左のレバーを動かしたんだよ。で左のレバーを動かすと この今映った刃物がガシャガシャってやってボスの頭に突っ込むと、で仲間たちをみんな助けられるっていうエンディングだったんだけど、今回はこっちの帽子をね取りたいと思います。どうなるのかな、王になるんだよ多分な。王になった、でそっちが死んで、うわ目が赤くなった、うわえなんか、ま、な周りがひれ伏してた俺に、うわ、え、燃えて終わった。え、これ前回さ、このエンディングの時違ったよな、みんな、え、やばい、森が焼き払われてる。前回のエンディングの時だってみんな目がさ真っ白に戻って平和に終わったもんね。今回なんか捕らえられてる仲間もいるし、森燃えてるし、え、まあ、やっぱそうなんだね。この帽子を受け取ってしまったことによって、で多分さこの帽子を受け取った時あのボスみたいなののさ力がスワスワって抜けてったじゃん。もしかしたらこの帽子の方に本体がいるのかもしれないね。でこのトビーを乗っ取ってなんかこんな森を焼き払うようなことをしちゃったんかな、わからんね。あ、ここは普通に戻るんだね。はい、ということで、トビーのもう一個のね、エンディング見てみました。はい、で仲間があと6体捕らえられてるんですけれども、これはですね、ぜひプレイした皆さんで探してみてください。というのもですね、私あと6体を見つけられる自信がございませんで、ですね、はい、その6体を見つけてる時間でね他のことをしようと思います最低なこと言ってる。はい、でもね結構ね自分の中でもあの見つけられるもの見つけたと思うのよ。それでも6体見つかってないってことは多分相当難しいところにいるんだと思う。はい、ただもし動画見ててここいるんじゃないみたいなのがあったら教えてくれると助かります。気が向いたらやります、多分やんないと思います。はい、ということで、トビー秘密の鉱山は今回で本当にラストということです。パート6かな、これ入れて分かんないけど7か、パート7かな、うん、
はい、非常に長い間お付き合いいただきありがとうございました。かなりねこのゲームおすすめだし、あとこれを作ってる会社のもう一個トルバーブルックっていうゲームがあるんだけど、それも実況してるのでよければ概要欄の方から見てください。はい、ということで、トビー秘密の鉱山以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。